What makes the world go round is top by that chugging sound like we count bills by the pound is we can't stop cause we named it by the money. What makes the world go round is top by that chugging sound like we count bills by the pound.今回はね、はい、なんとユラフェスボリューム3来てます。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。めっちゃお邪魔してしまった。はい、で前回に引き続き、はい、来てるお客さんみんな、ね、いかついやんか。そうですね、で撮らせてもらおうと思ってる。あー、もうぜひ。前回もめっちゃ、あの、なんていうの、好評やったから。あ、ほんますか。うん、よかった。だからもう今回も撮らせてもらおう思ってるから。いかつい人いっぱいいるんで。あ、これは集めたんじゃなくて集まってきたんやな。集まってきました、ユラフェスにな。もう見るだけでもね楽しいんで。そうやんな、はい、それをやっぱ今日来られへんかった人たちのために届けたいから。 ありがとうございます守ります。私は皆さんにお届けします。じゃあ行こうか、突撃サイト訪問、レッツゴー、ゴー。ほんまな、イベントキャンプに来てる人って、うん、結構ガチで。そうやね、ガチでやばい系の人多いから。ガチやね、すごいよ。もう早速ちょっとあちらのサイト撮らせてもらおう思ってます。突撃、ほんまの意味の突撃やな。ほんまにあの突撃していこう思ってるわ。突撃しちゃってくださいよ。目に飛び込んできたから行くで。はい、こちらのサイト見てください。天板がもうボンボネロの、いや、あのネータルのティッシュカバーめっちゃ可愛くない？広げたらこんな広いんやね。わあ、確かに広い。めっちゃ広ない。うん。え、じゃあこれは2つフラットバーナー入るってこと？入ります。ねえ、はい、2つやで。これでもあのワットリモートさんの接触テープではないんです。え？まあ、フォトキャンプさんが幕開けでクラウドファンディングで。あ、そうなんですか。へぇー、どうぞ、急いでこう、すぐ買って。へぇー、これ折りたたみ、エクセルで多分、畳めない。畳めないですね。これぐらいまで畳めれるやつ。へぇー、マジですか。すげー、これ下もあれもついてる、ついてるんですね。へぇー、かわいい、あのキノコもあれですか、ね、ネータル、ネータルキノコやで。すごくない？初めて見た、かわいい。絵描いたらそれを、うん、息子さん絵うまちょうまないか。割リアルや。見てこれ、これかっつない。あ、実はこれネータルの、ネータルの、ネータルの、アルミポンテな、めっちゃかっこいい。すごいな。タキバーナーですかそれ。ホヤが、ほら、なんか違うもん。さんとノラズとのダブルネーム。すごい。目についたものが一個あって、これ見てくださいよ。かっこいい。ほんまにネータル好きですね。それは、本当は白くなくて、はい、白は手で自分で塗って。かわいい。あ、木の木目やったんですか。もともとそこちょっと彫ってるんですよ、うん、へぇ、で、色がついてないんですけど、そこちょっと、うん、まあ白で、白ペンでちょっとへぇ、カスタムします。かわいい。おまんじゅうですか。これはまんじゅうで、へぇ、初めて見たこの色。アウトラックデザインさんとの、はいはい、あのコラボの特注品。へぇ、上はですね、あのモフモフさんのモフっぽいですね。あー、はいはい、モフベリエさん、かわいい。ネータルデザイン、ネータルのカーミットチェア。カーミットはね、かわいいな。抽選で当ててって言って、当ててって言われて
それで当てれるからすごいな。たまたま当たったんですよね。なんかたまたま当たったのがなんか結構、うん、へえ、すごい。いや、ありがとうございました。いいえ、ありがとうございました。のっけからすんません。お邪魔しました。いえいえ、ありがとうございます。いやー、すごかったですね。すごかった。いきなりすごいサイトを紹介してもうたけど、もう一個また見つけました。いいですか。突入しちゃってください。はい。2サイト目、突撃します。すいません、すいません、お邪魔します。ちょっと撮らせていただきます。どっか行くんや。全然あの自然体で持ってください。カツすぎんねんけど。ちょっと待って、私初めてこれおまんじゅうがこのさらにシェードのね、あれに入ってる。トールガレージさんって名古屋のガレージバンドさんの、本当はガラス入ってるんですけど、ちょうど持ってくるときに入れたらちょうど入ったと思って、全然ちょっとの差だけなんで、で光つけたら結構綺麗かったんで、かっこいい、すごい、ほんまにあのほんまサイトのね、フィット感が、ね、すごい、もう何やろう、何から紹介していいかわからへんぐらい、おしゃれキャンパーさんがね、うん。よく使ってる。あ、このテーブル？ベルンの。あ、ベルンですね。ベルンの、ね、初期の。で、10周年記念で出たガラステーブル。あ、そうなんですか。10周年の時しか出なかったの、ベルンさんの。結構夜、綺麗なんですよ、あのガラスに反射して。はいはいはい。かっこいい。2枚セットで。また売り出してるかどうかちょっとわかんないですけど。ベルンさんの、はい、マークがちゃんと。はい。かっこいい。なんか、ご自分が一番、これ激推しっていうギアで、いやもう最近は薪ストーブっすね、やっぱり。これですか。 TK 工業さんの、はいはいはい、薪ストーブ。いやすごい、むっちゃ綺麗ですよ、やっぱりガラス面が大きいですよね、やっぱ日本製なんで。ああ、すごい心がよく綺麗で、結構遊んでた時間を忘れます。忘れそう。そうなんですよ、最後かなと思ってます。あ、そうですよね、もうそろそろ。あ、でももういっぱいいかつすぎて、ソロールもあるし。そうそう、これコロニスタとのコラボバージョンの、ね、はい、あのシェルトンのあの由良木さんの一周年記念で見てた、あの抽選で当たった。あ、そうなんですか。はい、ジリコテのあの天板とか。へえ、あ、これとこれ、天板、はい、全部セットで横の。へえ、あ、ほんまや、ヨドバガレージって書いてある。そうです、それも、はい、あ、この取っても取っても全部セットで。当たったの。一年生きるとき当たっちゃって、わあ。そこからシェルコンを始めたという。あるあるみたいな。え、シェルコン持ってないのに応募したとかではなく、なくて、もう、まあ、まあちょっと記念やし応募しようかなと思ってしたら、たまたま当たっちゃったんで、まあシェルコンいるよなってなって、知り合いからちょっと苦労を譲ってもらって、まあまあ、ギアのあるあるの。あるあるですよね。はい、ネジネジやばないよ。そうそう、それはまあまた違うところで頼んで。そうですよね。ないですよ、ないですよ。そうですよ、真鍮でちょっとやばい、足立っちゃって、あの、3倍って言ってちょっと薄い目の、やっぱ太いの入らないに買ったんで。あー、へー、いやもう存在感やばいですね。いや、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ、ありがとうございます。また、はい、すいません、また僕も寄らせてもらいます。はい、お願いします。やばい。かっこよかった、今すごい。なんやろう、まだまだあの私の知らないギアねあるから。びっくりして、なんやろう、聞くところも分からへんし、なんて聞いたらいいか分からへんし。いかついわ。今2つ回ってきたけど、2つでお腹いっぱいな、お腹いっぱいなってきてんねんけどな。やっぱまだまだすごいサイトあんねんやんか。はいはいはい、ちょっとトントントンと行こうかな。はい、すごい、めちゃめちゃブラックギアが揃ってはるサイト見つけました。お邪魔します。めっちゃブラックですね。そうなんですよ、ブラックキャンパー目指してます。いや、もう出来上がってません。そうですね、もうそろそろ、ほぼね、はい、すごい。私が欲しかったこのスタンレーのランチボックスね、はい、これ憧れるんですよ。これいいですね。ね、ちょうど大きさがちょうどいいやつ、モビボックスの黒やし、パパさんが欲しかったスタンレーの、スタンレーのジャグね、いつまでも買ってくれないんですよ。だって、欲しいって言ってるのに。なんか、大きないですか。
った。これいいっすよ、やっぱ。デニス、デニス。はい、結構保冷力あります。保冷力はもうほぼないっす。あ、ないんですか。ほんまに水入れるだけ。もう、はい、もう水だけです、はい、手洗うだけです。あ、そういうことですね、はい、まあ夏はいいですよね。そうですね、夏はいいっすね、うん、何ぼでも入れますもんね、はい、うわ、ターボとターボのグラスも黒や、はい、めっちゃ黒じゃないですか。ワーエフさん、ワーエフさんの、ベリエさん。あ、そうです、ベリエさん、モフモフですね。ベリエさんからの隣デザイン。そうです、隣デザイン でデバイスワークスの、あ、はいはいはい、コラボのやつなんです。これがワークショップ、はい、デバイスの、はい、J-Geek Field。そうです、今一押しやね、俺。そうなん、ここでも、あ、そうですね、それもワンエフスペースの服、うん、かっこいい、洗礼されてんな。うん、なんかもうバランスがすごい、バランスいいよな。僕も気持ち、もうだってマックワンターボも黒やもん。うちはチャコールやけどさ、真っ黒やねん。これブラックですね。え、M です。ほんまに黒、真っ黒やね。ほんまに黒好きですね。そうですよ、僕も黒やもんね。はい、ファミリーマートですけど、ね、ファミリーマート、あ、はい、あれめっちゃ人気あったでしょ。そうです、これファミマス、ね、すごい、これもファミマでもう売り切れやったんですけど、ですよね、多分すぐ売り切れちゃって、うん、ね、かっこいいな、ファミマやの、ファミマやの。すみません、お邪魔しました。ありがとうございます。いや、すごいな。ほんまに。黒はすごいと思う。真っ黒。ちょっと、やばい、サイトまた集まってるんで。いいですか、行って。お邪魔します。こんにちは。すごい。うわ。どれから紹介したらいいんですか。うん、うわー、テーブルやばいな、かっこいい。サティスファクションのシルクスクリーンですね。ね。まあ、パパさんの好きな鳥かごもあって、そうそう、これね、鳥かごが2つある。これすごいな、中間に1本挟んでるっていう。お座敷スタイルがめっちゃくつろぎ空間できてる。大丈夫？かわいい、なんかところどころカラーが入ってて、めっちゃかわいいよな、うん、こちらも一応です、はい、いいですか、はい、中見えるようになって丸見えですね。かわいい、テントってこれ あそこの池田さんのと一緒なんで。あ、そうなんですか、天幕、はい、天幕、めっちゃかわいいテント。見て、あそこランタン、うわー、家、家や、これは家だわ。すごい、あ、すみません、これ家じゃないですか、ママさん。めっちゃ家やで、家、オッケー、めっちゃ、家や、すごい、ランタンやばない、かわいい、ボタンもあるし、ブレースターもいかつな、ほんまや、家やな、家です、すごいくつろぎ空間、くつろぎ空間や、間違いないな。ほんまに、ここで寝たらめっちゃ幸せやで、幸せやと思う、すごい、こういう形のテントもいいな、確かに、なんかほんまに家みたい、天井高いし、めっちゃいい、かわいい、ありがとうございます。めっちゃかわいいですね。前雑なんで忘れもいっぱいしてます。忘れもいっぱいしてます。前はすごいっぱいしてます。
いや、かわいい。ありがとうございます。ここもやばいですよ。ボンボネロ。すごい。ちなみにこの真ん中のテーブルって、これってどこの？ダップルボーンですね。ダップルボーン。あ、あのスパイスラック、ランタンのシェードのやつの。あ、そうそうそう。あ、かっこいい。ランタンの数がもうめっちゃ並んでる。おまんじゅうもコンペイトもめっちゃ並んでる。こんばん。あ、これチームクラートのこれ、すごい。すみません、お邪魔します。あ、いやいや、ありがとうございます。いや、やばい。全カットはやめてください。ちゃんと使わせてもらいます。Yeah. あ、すごいな。ランタンがもう知らんやつばっかり、ホヤも。レイアウトがおしゃれやわ。そうやね、やっぱりなんか決まってるんかな。めっちゃあるからコツみたいな、うん、ほんで、あのお座敷スタイル多くない今日。お座敷あれはあれで楽しそうやな。楽しいと思う。夜寝るとき楽しそう。おう、もうゴロゴロできんもん。本人おらへんけど、ちょっと突撃しちゃう。突撃。一応許可はもらってるので。突撃隣のサイト。違う、突撃サイト訪問。サイト訪問。わ、やば。これマグマやろ。マグマ、マグマがね、マグマ4つあるんですよ。熱いよな、マグマ。これがマグマなんですもんね、うん、ここのな、このほどけてってるとこめっちゃかっこよくない？このこだわりがもうすごいのよ。おまんじゅうからのコンペイトすごいね。バーカウンターが最近すごいな。すごいな、そば人のこれめっちゃ見かけるよな、うん、かっこいいもん。ネイチャートーンズとのコラボ。ほんでこれ知らなかったけど、ソマビトの椅子、こういうのあったんすね。ねえ、初めて見た私も。いや、せやね、ファッソブと失敗した。え、こっちにすればよかった。いやいやいや、あれもソマビトやん。そうなんすよ、一緒やったらこっちにすればよかった。ワッペンしか持ってない。すごいな。そう、このサーキットのテーブルと、うん、ごとくやな、これフラットバーナーの。ごとくやな。近くくらい。ドクロ。これもドクロが好きなんやね。シェードもドクロも。やで。もや。もう目から光出るんやろな、多分。あ、男の子ってやっぱドクロ好きなんですよ。そういうことやな。もうね、あの、なんやろ。みんな、ね、ランタンすごいのよ。すごいことなってんねん。ほんまに。怖い。怖い、ほんまに。すごいな。あ、ママさん。はい。あ、猫店長。猫店長、久しぶりです。お久しぶりです。猫店長。お久しぶりです。お久しぶりです、猫店長。ろくに喋ったことないですけど。今日はあの、あれですね。留守番猫。留守番猫。してはる。まだ6月行きます。6月。ほんまや。その時はよろしくお願いします、店長。いや、ざっと見てきたけど、どうでしたか？あ、最後なんかおしゃれサイト、俺なんか気になっててんや。おうおう、いい？いいよ。ちょっと行ってもらっていい？じゃあ、とつります。とつってくださいよ。はい。こんにちは。こんにちは。めっちゃおしゃれっすね。めっちゃおしゃれサイトやないですか。帽子とかもうやばない。ほんまや、帽子とかやばない。帽子めっちゃおしゃれ。帽子おしゃれ。それは、ネイタルデザイン。これは嫌やな、そんなハゲ取りやないかい。ハゲ取りないかいって。どんなウェイカー。これどこや、知らんの。なんかでもこのマーク見たことあんねんけど。自作やって、今日のために。今日のために。自作です。あ、どうも。そうそうそう、おしゃれサイト紹介してもらおう。紹介してもらおう。なんか今一押しギアは、今一番一押しのギアってあります？吉野ギアは、はい、やっぱり嫁以外で。
妻以外、妻以外で一番経費かかってます一番経費どんなギアよりも金がかかるとそれ何それ何それ、 B-by-C ですね。 B-by-C 何するやつ。これはシャレさんの言ってることがわからないえ、こんななってて、うん、何でも包めるんですよ。何でも包める何でも包める。それはあの傷ついた心も、傷ついた心も包めます。おお、優れもんやないか。最悪腹巻きにもできます。酔っ払いの口も塞げますそれはでも使いどころないよな、そんなそんなやつおらんやん基本キャンプはおらんキャンパーにはおらんよ、そんなん。でもこれどういう時に使うの。例えば今は何をこれ、あのワンダーラウトの足、あ足をこうやって包んで、はい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 、コンテナに入れる時に保護する。あ、なるほど。なフラッグマーナーとかもこの大きさやったらいけるかも。ほんまや、何種類かあのサイズがあるんですけど、うんうん、あれ困るもんな、フラットバーナー系がバーン、あの管の部分、うん、あそれをこうまとめれんねん。まとめて、うん、まあ、用途は様々。へえ、やっぱおしゃれな人は必要性をやっぱり兼ね備えると。そういうことやわ。そうですね、フルもやつも否定はしないみたいな。そうですね、そうっすね。なるほど、さすがや。息子さんめっちゃおしゃれやん。ほんまや、息子めっちゃおしゃれやん。息子さんの名前なんていうかな。ハモ太郎、ハモ太郎とっとこハモ太郎とっとこハモ太郎うちの子かわいいでしょ。ほんかわいいとっとこハモ太郎いやー、パパさんすごかったな、いっぱい見たけど、ちょっと来たけど感動やないかいいっぱい見てきたけども、やばかったっすね。やばかったなぁ、ほんまに。一番何がすごかったか。いや、一番すごかったのはやっぱりブラックデザインの晴れテーブルでしょそれなそれな、言わな。今回の動画は以上です。いや、すごかったね。すごかった。今日も楽しんでいきましょう楽しんでいこう。バイ、Thank you.